岡崎夫婦。こんにちは。夫婦ラジオです。ここではフィリピンセブ島生活で感じるあれこれをお題に沿って我々のままに話していきます。ではお題引いてください。はい、結婚。はい、結婚。もう満を持しての結婚というテーマですが結婚は、はい、フィリピン結婚してるかって言ったら、まあ、2種類ですね。本当にあの結婚してるというか、まあ、あの書類上ちゃんと結婚してる人と、まあ、一緒に行って結婚してる、まあ、書類はできてないっていうので、事実婚と、事実婚と、まあ、それは日本でもあると思うんですけど、そのなんでかっていうと、あの結婚すること自体が難しい。まずお金がかかる、結婚するのに。例えばもうフィリピンって日本だったら別にお金なかったら、まあ、市役所に行けば婚姻届自体は誰でも出せるじゃないですか。けどにあのフィリピンはあの結婚式ってのをあげないと、その結婚届を出すっていうことがあのできないわけじゃないですけど、一般的ではない。ほとんどの人が結婚式をちゃんとあげて結婚という何ですかね、流れになるっていうのが一般的なので、そのまあだから結婚するためにお金を結構みんな貯めてる。なるほど。じゃないと結婚できないから。あのなんか、まあまあ、そもそもその離婚できないっていうのもあるし、あの結婚、まあ、それゆえに結婚しないみたいな人がいて、あの、まあ、結婚してしまうと、まあ、一生別れられないん でこいつだってほんまに思う人じゃないと結婚できないみたいな、まあ、そういうのがあるっていうのが、まあ今のところなんか若者世代ですかね、まあ、親たちを見ていて結構事実離婚っていうのがあって、そもそも離婚がその宗教上の理由で一回神に誓ってしまった行為なので、それを離婚してしまうと神の誓いに背いてるってことで、別れられないですね。でお金持ちの一部のお金持ちだけ離婚することができて、まあ、それは何かというと、今まで結婚してきた事実っていうのを取り消すって、もう過去に遡って、弁護士にお金を払ってお願いして、じゃああなたたちは結婚してませんよみたいな手続きをすることで、まあ、離婚ができちゃうんですけど、それの手続きにも約3年とか、まあ、かかっちゃうとか、でその間、まあ、弁護士にお金を払わなきゃいけないんで、すごい時間とお金がかかるっていうことから、だいたいもうその名前を、結婚した名前のままもう普通に離婚して、でまたそこの先々でそれぞれ旦那さんは旦那さんでまた別の家庭作って、奥さんは奥さんでみたいな。でその奥さんの相手がまだその事実離婚してる人とかやから、もうなんかもうぐちゃぐちゃというか、あの名義上なんかわけわからん状態っていうの、書類上そうそう。なのでまあまあこの間聞いたのが、その亡くなっ、まあ、旦那さんが亡くなった海外で、だけど遺体が送られてきたのはその前の奥さんの場所に送られてきたっていうので、うわーすごい、うわーそうえーみたいな、死んでる旦那、そうやっぱりでも書類上はでもその奥さんとの名義になってるから、なるほど怖いね。そう怖いというか、そういうこともある。あ、それは聞いた話です。で結構だから事実、まあ、現実的に言うと、まあこうもう崩壊してるというか、このルール自体が崩壊してしまってるので、なんかその例えば最近聞いた話だったら、パスポート、結婚したのにパスポートが未婚のままの状態になってると。でそれをじゃパスポートって変えるために、結婚しましたみたいな手続きをするのに対して、まあ、1年また手続き、パスポート申請の手続きがいるみたいな、すごいこうややこしいというか、時間的にロスがあるので、まあなんかもう、シングルのままでシングルのままで行こうみたいなとか、なんかその一手間かかりすぎるので、そうだね、もう書類がねとにかくかかる、ね、ややこしいから、もうじゃあもういいかみたいな人が結構いるのが事実というか、あともう現実、そのカトリックの影響で、まあ、否認がまずできないので、はい、それはいろいろつながってるんですよね。否認ができないけど、まあ、子供できちゃった、そしたらまあ結婚、ここで結婚をしてしまえる相手じゃなかったりしたら、結婚せずに、まあ、そのままシングルマザーとして、あの子供を下ろすこともできないんで、そう、ね、否認もできなければ子供を下ろすこともできない、まあ、カトリックでは。そうすごい難しいですよね。あの、まあ、ちょっと時代に合ってないところと、ね、
難しいなっていうふうに、まあ、それを今ドテルテが変えようとしてるんですけど、その否認をするようなあの流れを作ろうとしてるが、しかしそのカトリックがドテルテはその神に背くような運動をしてるみたいなことで、カトリック VS ドテルテみたいな縮図があって、かなりまあなんだろうな、揉めてるというか、まあ、結構カトリックが過激だよね、こっちの、ね、尖ってるという感じで、もう5分経ちました。はい、はい、そんな感じです。じゃあまた、真剣な意味だったね。はい、はい、来週お願いします。こちらのチャンネルではセブ島在住の夫婦がセブ島のリアルな生活事情、旅行や留学で役に立つ情報をお伝えしております。ご視聴ありがとうございました。